やったね。違う。八景先生やったね。みんな騙されないで。これテリヤキ先生です。お願いします。ミュートは聞いてるね。さてさて誰だ？直樹先生か。おお、二人。ごめん、死体消しちゃった。っていうか、パソコン版やりづれ。ちょっと、後で入り直します。そろそろ誰か死んでないかなと思って確認押しをしてみたくて押したら消しちゃった。ごめんなさい。まあ誰か死んでたね、結局最終的には。うん。2回酸素なって、1回目の酸素の後にアドミン見た時は結構アドミンに集中してたよね、その時で。今も酸素前には結構人がいたから、その時に浮いてた位置がね、メドウェイに位置あったのを見に行って、で結局誰もいなかったんだよ。1回目の酸素のあとすぐアドミ見たとき、メドビ1が光ってたから、それ見に行ったときはなかった。だからそこが浮き位置でどっか飛んでる、ベント飛んでるとかそういうのあるとは思う。メドビはあの猫です。多分私です。ああ。スキャンしてから酸素鳴り出しちゃったんで、じっとしてたら誰か解除してくれる。ああ、じゃあそれですね。え、猫先生、その後どっち行きました？僕はカフェから見に行ったんですけど、会ってないと思う。私は6パーの方から回っていきました。あ、左回りでタスクをこなしながら回っていったね。合わなかったです。なんか死体とかありました？まあないか。あったら、あったら言わないもんだ。あったら言わないですね。でもまあチェックしたのは発見ポイントで、そこ誰もいなかったっ。発見ポイントなし。了解。最近死んでないから。
グデオ先生、直吉先生はね、初手エレクトリカルの停電になった時に割とすぐ治って、誰直したんだろうって見に行ったら直吉先生だったところしか会ってない。他に会ってる人、直吉先生会ってないですね。グデオ先生は、グデオ先生も見てないぞ。見てないな。グデオ先生見てない。最後に見たのリアクター。ああそうだそうだ、リアクターリアクター、そうそう。音ゲーしてる位置にいて、音ゲーやった。音ゲーやった。その後見てない。で音ゲー、そうそう、あのグデオ先生と俺リアクター直して一番最初で、その後猫先生とあと一人入ってきたよね、もう一人。はい、緑です。緑か。うん、全然わかんねえじゃん。あー、死体消し申し訳ねえ。誰かその後リアクター入ってる人います？そこで死んでるパターンはあり得る。これ詰められる、詰められるんだったらもう顔すけど、一応押すか。うん、1回目の O2 は結構みんな、直樹先生もグデオ先生も生きてたと思います、ね、あ、そう、1回目の O2？ 1回目の O2 も直樹先生、もしかしたらね、グデオ先生とすれ違ったかもしれないですけど、ちょっとね、本当に操作の仕方に戸惑ってて、周りを見てる余裕がなかった。1回目の O2 はアドミンの方に照り焼き、一平先生と一緒に入ってったな。ピンクと一緒に入ってった。ですよね。うん。で、手に直してる横で一平先生見てた気がする。そう、なんか全然押せなくて、なんだこれどうやんだ。まあ、直したら大丈夫ですけど。アドミンで黄緑それ見てました。ああ。で、もう行った時にもう表示消えて、あ、お二人が直したんだなと思ってカードスキャンに行きました。あともう一人いた。その後アドミン見た時にアドミン4光ってたもん。フラワー先生じゃん。ああ、フラワー先生。じゃあ、逆に言うと、グデオ先生も直樹先生もいないじゃん。O2 側は、うん、1回目の酸素。1回目の酸素は、O2 は僕かな、近かったから、僕ですね、僕と、もう一人いた。ごめんなさい。猫先生じゃなかった。違います。違います。1回目は違います。違うか。あ、2回目はアドミンが私。じゃあね、多分1回目は、直樹先生だったかもしれない。ああ、じゃあ、いたんだ、そこでは。うん、1回目は多分生きてたんと思うんですよ。1回目にいて2回目にいないのね。2回目は僕はアドミン側に直して、その時猫先生は近くにいた。そうですね。でその時、うん、カエル先生がアドミンから出ていくのを見ました。あ、それはあの、うん、酸素室の方に走ってのテリヤキニチカが見てるかな。じゃあ1回目の酸素に直樹先生が行って右側に来てて、2回目に来てないでしょ。シールドコミュニケーション、その辺分からんな。じゃあ浮市としては、O2、うん、サボタージが多かったってことは左でなくなってるのかなっていう。うん、それもあると思う、ね、ちょっとメタっぽいですけど、ちょっと思っちゃいます。いや、メタではないと思う。それは全然普通にそうだと思う。あ、よかった。さてさて、誰か殺せるやついるかな。いねえな。
やったね。違う。ハッケ先生やったね。みんな騙されやで。これテリヤキ先生です。リアクターの上でハッケテリヤキニチカで一緒にリアクターボタン押してリアクターボタン切った瞬間にぶっ倒れてました。押し負けた。下にフラワー先生がいて。で、上に八景にしか照り焼きできっついた。照り焼きローラー飲みますよ。全然ローラー飲みますと。ローラー飲むけど多分2ロ残ってるんで八景先生から吸ってもらわないと厳しいです。ローラーというか僕と照り焼き先生で間違えたらもう終わりなんです。それで僕じゃないです。対決したけど僕じゃないです。もうそれしか言いようがねえ。まあ照り焼きも全く僕と同じことしか言えないんだけど。だから日頃の行いか。日頃の行いって言うとほんと俺が弱くないからやめてよ。いや分かんないけど。まあもうどうしようもないですよ。こんなお互いに入れてるんですか。お互いに入れるしかない。だってもう八景先生以外いないの。もう一人は知らないよ相方は。今リアクターの上でのキルはこの2人のどっちかで初日の対決も僕だし押し負け今レポート押し負けたも僕なんですけど僕じゃないです。本当ということでおのおの方ローラーですね。ローラーだけど入れ間違えるとこもあるんで八景先生から入れてもらって八景先生釣ってもらってもう照り焼き釣ってもらってもいいですよ。その後だったあ、ダメだわ。それも飲めねえわ。ごめん、嘘です。ごめんなさい。ローラー飲めません。ハッケ先生釣ってもらって、その後、テリヤキ釣られて、一郎残って、三人盤面で一郎残るんで負けます。テリヤキローラー飲めません。ハッケ先生、ローラー飲むんだったら、それ黒要素だと思います。いや、だから、ローラーしたら負けなんですよ。ローラーしたら負けっていうか、僕を、これは僕が言ってもしょうがないな。僕を釣ったら負けて、僕が言って。あとはもうパッション。ということで、やられた。日頃の行いが悪かった。あけ先生お疲れ様でした。畜生いけちゃしゃべ。しょっぱなの下行けしですよ。ね。ああやられた。下行けしするから塗ってやろうと思って。もう。あなるほどね。先生。先生すごいよねそら。先生。やばいっす。ナイス下行けし。びっくりした。なれんことするべきじゃなかった。ナイス下行けし。僕普段あのボタン押してへんのに。ちょっと一回抜けます。はい、戻ります。はい、いや普通に八景先生いらっしゃったのに照り焼き先生パンって私のこと切るってセリフで行くからマジかって思って。あそこ行きますよ。うまい。八景先生濡れるわ。うわーと思いました。ゼロキル。あれ一人もやってないよね。ゼロキル。いや、あれ本当に誰でした？え、カエル先生と僕です。あ、カエル先生黙って。一人であんなに殺したの？一人で4人持ってってますね。怖。一人で4人とパッションで一人なんで全員持ってきました。ゼロキル。いや、カエルリアクター来てなかったからこれ一人やってくれてるかなと読んで。フラワー先生切ってるかなと思って噛んだら終わんなかったから あやべえと思ってすぐレポートして。いや誰ともすれ違わなかった。ああそういうことか。 AVTAJF ふぅいいね。全然面白みが。いや絶対今のはね照り焼き先生ですよ。うんそうね。一平先生はなんかすぐに言えてましたもんね。これ一平費俺入ってんなと思って内心ビビってました、うんはい、戻りました。おかえりなさいです。おかえりなさいです。